大人の遊び場さんあったっていうことで、すごいな、見事な蔵屋敷。この辺にあるってことで、なかなかないですよね、ああいう感じの。ほとんど取り壊されたりとか。まあどうにかその人が住んでる気配のある宗教施設。はい、今日はね、多摩島に来てます。多摩島って言ってもね、結構ね、昔ながらの街並みがあったりとか、そういうね感じの町です。まあ、もともとね港町で栄えてたってことで、はい、まあ、飲み屋街とかそういうのも、まあ、今はあるとある少ないと思うんですけど、昔は結構あったみたいですね。その中でもなんか遊郭が大人の遊び場さんあったっていうことで、ちょっとねその痕跡というか見ていこうかなと思うんですけど、はい、場所なんですけど、ここからちょっと離れてて、今海が見えるところですね。海が見える先に、なんか島じゃないですけど、なんか建物がありますよね、家とか。あの辺にあったらしいですね。見事な蔵屋敷。ヘルメットこんなとこに置いていいのかな。いいですよね。昭和28年頃のホテル、当時30万円ぐらい。昭和14年3月に NHK ラジオ放送開始、昭和初期のラジオです。この辺にあるってことで聞いたんですけど、
違う。というわけでお疲れ様でした。はい、今日のね客は玉島の、天満遊郭というところを、見てきたわけですけど、やっぱりそのかなり昔の、名残がね感じられるなという場所かなと思います。なかなかないですよね、ああいう感じの。ほとんど取り壊されたりとか、まあどうにかその人が住んでる気配のある、場所が多いんですけど、玉島みたいに結構崩れててもまだそういう家として残ってるってところはかなり珍しいかなと思います。本当にこの後ろとかも見えるかな、結構屋根崩れててもそのまま残ってるんですよね。まあ、ひどいとこだったらそのまま普通に人が住んでたりとかするような感じなので、やっぱり他の場所と比べてすごいなと思いますね。でもやっぱりこういう昔の何ですかね、名残を見るとなんか落ち着くっていうのは自分だけなんですかね。というわけで今日も終わります。それではまたよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン